エダエルデム・デュンダルはトルコの女子バレーボール選手。イスタンブール出身。ポジションはミドルブロッカー。2005年からトルコ代表で活躍。2005年にトルコ代表に初選出される。世界選手権へは2大会連続で出場し、2010年世界選手権ではレギュラーとして活躍し6位という好成績を残した。2008年からトルコリーグ随一の競合。 フェネルバフチェユニバーサルでプレー、レギュラーとして2011から2012シーズンは欧州チャンピオンズリーグで優勝も経験した。2011年のヨーロッパリーグではチームの銀メダルと自身はベストサーバーを受賞。同年9月のヨーロッパ選手権で銅メダルを獲得した。2012年のワールドグランプリにて銅メダルを獲得。同年のロンドンオリンピックに出場した。2015年。 3年ぶりに代表へ復帰すると、同年9月の欧州選手権で4位となり、自身もベストミドルブロッカー賞を受賞した。2017年の欧州選手権では首相を務め、銅メダルを獲得し、自身も2大会連続のベストミドルブロッカー賞を受賞した。2018年、ネーションズリーグで銀メダルを獲得し、自身も大会のベストミドルブロッカー賞を受賞した。 2019年の欧州選手権で銀メダルを獲得した。2020年1月に開催された東京オリンピック欧州大陸予選で優勝した。2021年開催の東京2020オリンピックに出場した。ありがとうございます。